はい、こんにちは。個人事業専門税理士川南です。本日もね、ビジネスについて必要な税金や経理、確定申告について一緒に勉強していきましょう。本日の動画の内容はこちらです。令和3年度の固定資産税が減額されます。こちらの方について動画で紹介していきたいと思います。本日の流れです。固定資産が減額になる対象者と対象になる資産について説明します。そしていくら免除になるのか、そして手続きと必要書類と申請の流れ、そして最後に注意点まとめについて説明していきたいと思いますので、本日の動画も最後までよろしくお願いします。はい、それでは令和3年度分の固定資産税の減額について説明していきます。本日の目次はこのような流れでいきますのでお願いします。春に来る固定資産税が減額になる対象者について説明していきたいと思います。まずこれは法人と個人どちらも OK です。法人の場合は資本金が1億円以下の法人になります。そしてこれ、従業員が1000人以下、これは法人と個人両方に当てはまる要件です。最後注意してもらいたいんですけど、大企業の子会社は対象外となります。この2つを満たしていても大企業の子会社は対象外となりますのでお気をつけください。はい、それでは対象になる資産です。これは事業用、要はビジネス用で使っている固定資産、まあ事業用家屋ということになります。これは設備や建物が該当します。ビジネスで使っている建物や機械、まあ機械装置であったり備品であったりするものが対象になります。注意点は3つあります。まず棚卸資産は対象外ということです。そして2つ目、土地も対象外ですのでお気をつけください。そして3つ目、個人の住居用の建物は対象外になります。でも兼用されている方っていますよね。個人事業している方って自宅兼サロンとか自宅兼オフィスってされている方は、このビジネス用の事業用の部分は対象となりますので、そちらの方はビジネスと兼用しているよっていう書類を提出する必要があります。とにかく個人だけ、まあ、自分のねプライベートというか個人の居住用は対象外ということを覚えておいてください。これね、いくら免除になるか要件があります。まず令和2年度の2月から10月の間の売上を見てください。2月から10月の間です。それの中で任意の3ヶ月間の売上を合計します。その任意の3ヶ月の売上の合計が前年比に比べて 30% 以上 50% 未満だったら固定資産税が半分になります。そしてこの任意の3ヶ月の売上合計が前年よりも 50% 以上減少していたら、今年令和3年度に来る春の固定資産はゼロになります。要は払わなくていいってことですね。こちらの固定資産税のこの減額免除については猶予とかではないので、払わなくていいっていうことになります。ですので該当するんじゃないかっていう方は、必ずこれね、自分の場合該当するかどうかっていうのをね、要件に入るかどうかっていうのは必ず確認するようにしてください。このね、任意の3ヶ月間の売上の合計費をね、どうやってやればいいのかっていう方いらっしゃると思うので、ちょっと例えに紹介します。例えばですけど、令和元年度の、ま、5、6、7を合計します。そして令和元年度の5月、6月、7月と令和2年度の5月、6月、7月の売上を合計して、それを比較して、それが 30% 以上 50% 未満なのか、それとも 50% 以上減少しているかによって判断をしてください。ここのね、売上合計についてなんですけど、こちら補助金や寄付金関連は除外して OK ですので、含めないで合計を取るようにしてください。次は手続きと必要書類についてです。まずこの特例の申告書、まあ用紙がいります。これはね、固定資産税減額なんじゃらこちゃらこちゃらっていうすんごい長い文明なんで、ちょっと略しましたけど、今回特例申告書がいります。あと対象資産、まあどんなね固定資産税が対象になるかって一覧を記入しなければいけないので、その一覧表がいります。この1番2番についてはこの各自治体から入手ができます。で、固定資産税って皆さんそれぞれ県とか国に出して払ってる税金ではないので、皆さんお住まいの地方の各自治体によって申請用紙の様式が変わったりとか、まあ、添付する書類が多少違いがあるかと思うので、必ず皆さん自分がお住まいの各自治体の方に行っていただいて、この用紙がダウンロードできるようにもなってますので、そちらの方ダウンロードをしていただく必要があります。必ずお住まいの方から入手するようにしてください。そして3番目、収入が減少した書類が必要です。どうしてね、比較しないといけないので、収入が減少した書類が必要になります。まずこちら、2019年度のみなんですけど、個人業の方は青色申告決算書です。収入が減少した書類になりますので、各月の売上が書いてあるページがあると思うんです。多分青色申告決算書2ページだと思うんですけど、そこに収入が書いてあると思うんですね。その2019年の収入欄を見て、収入が減少した書類というふうに自営業の方は青色申告決算書を提出します。そして法人の方です。法人の方の収入が減少した書類は事業概況書を出せば、判断できますので、証拠となりますので、そちら法人の方は事業概況書の方を提出するようにしてください。このあたりはきっとね、持続化給付金もらった時にも出したことのある書類ですので、皆さんそんなに、ね、お迷いなくできるんではないでしょうか。さあ、そ
して次の、ね、収入が減少した書類です、比較しなければいけないので、これは2019、2020年の両方のものが必要となります。対象月の売上台帳の写しを提出してください。対象月というね、先ほどの、ね、例で言ったらね、5月、6月、7月でね、比較した場合はこの5月、6月、7月、2019年と2020年の対象月の売上台帳の写しを出すということになるかと思います。そして4番目、対象家屋の書類です。これはね、どんな、ね、対象家屋があるんですか、固定資産 の減額に対応するのはどの資産がありますかということを出さないといけないので、これは個人業の場合は青色申告決算書の写しを出します。これはね、その青色申告決算書のところで減価償却をしているので、こういう建物や備品機械がありますよっていうのは個人事業の方はこちらの方でわかるっていうことになります。そして次、法人です。法人の場合はですね、法人の申告書の、まあ、決算書と呼ばれるものなんですけど、法人の方は申告書の別表16に減価償却の説明、もしくはね、そういう書類計算が載ってますので、そちらの方を出せば向こうの方が分かってくれるということで、申告の別表16の方などを提出すれば OK です。これね、他の場合ね、他の書類でもいいんですかとかね、他のものでね、代用できるっていう場合もありますので、そちらの方はね、各自治体の方に行ってちょっと詳細の方を調べていただけると助かります。こちらでね、全部説明していくのはちょっと時間的に無理ですね。今回はね、この固定資産の減額がどういうふうなものかっていう基礎的なことをざっと説明しています。はい、じゃあ次行きます。はい、それでは申請の流れについてです。先ほどね、各地方自治体から特例申告書をダウンロードすると思うんですけど、それをまず記入します。記入方法などについてはね、各自治体でね、こう書き方例みたいなものがね、きっとおそらくあると思いますので、そちらの方を見て記入をしていってください。今回どうして動画をこう撮影したかというと、記入した書類を認定支援機関に提出する必要があるんですね。で、この認定支援機関に提出する時間が少し必要になりますので、該当する方はすぐに準備の方を進めてほしいなということで、急いでね、慌てて動画の方にいたしました。で、この認定支援機関というのがどういうものかというのを説明していきます。これはですね、金融機関や商工会議所、まあ、税理士、会計士、あと中小企業診断士の方でもいいかな、に認定支援機関というのが定まっておりまして、そこに該当する方の、まあ、記名と押印が必要なんですね。で、この一覧ホームページにあるんです。載ってるんですね。各金融機関でこの認定支援機関はここです。商工会議所で言ったらこの認定支援機関はここですっていう一覧がホームページにありますので、このね、ホームページをね、概要欄に URL を貼っておきますので、認定支援機関ってどこに出せばいいんだろうと思う方はそちらの方をクリックしていただいて、確認して自分がどこの認定支援機関にしようかなっていうのをまず選んでください。そして次です。まあ、特例のね、申告書、まあ、提出する書類を記入しました。まあ、認定支援機関選べました。で、そちらに送ります。で、確認をしてもらいます。認定支援機関の人に記名と押印をもらって、要はね、外部、まあ、第三者がきちんと確認してチェックしましたよっていうことが、証拠が必要になるわけですね。で、それをもらって戻ってきたら各自治体の方へ提出します。で、その提出先っていうのは皆さんお住まいの自分のね、各自治体になりますので、何々市の方は市に出しますし、何々区の方は区に出します。税務課の方へ提出してください。はい、そこで最後注意事項です。もうこれ期限厳守です。この令和3年の2月1日までに手続きが終わらない、完了しないと、この固定資産税の減額もしくは半分になるっていうものを受けることができません。なので必ず期間厳守です。もうすでに年明けてますので、もし該当する方は本当急いでください。で、提出期限なんですが、これは郵送でも OK ですし、まあ、持参していても OK ですし、まあ、コロナ気になるって方は郵送がいいかと思います。あと LTAX っていうものがありまして、これはね、e-tax の地方版の LTAX っていうのがあって、オンラインでこれを提出することもできます。ので、もし気になる方は LTAX 挑戦してみてください。で、注意事項なんですけど、先ほどから言ってるんですが、この認定支援機関からの確認と押印が必要になりますので、時間に余裕を持って必ず書類の方を出してください。ね、すぐ作って出したとしても、多分おそらく混雑すると思うので、すぐにね、帰ってくる即日発行ってわけにはいかないと思うんですよ。なので、時間に余裕を持って、認定支援機関の方に提出の方をお願いします。で、期限厳守ですので、必ずこれ以内に出さないと令和3年度の固定資産税が減額対象、まあ、税になりませんのでお気をつけください。そしてね、今日ね、説明したことなんですけど、必ずホームページの方で確認してから書類の方を作って提出するようにしてください。本当該当する方はね、本当もったいないですので、必ずどう自分がね、どうなんだろうとか、該当するかしないかっていうのを必ずチェックして、もし該当するのであれば出した方がお得になるかと思います。ちょっとね、難しいかもしれないですけど、ぜひぜひトライしてほしいと思います。税理士川見
みなみの会議室ということで、オンラインサロンを運営しています。このオンラインサロンというのは、この YouTube と顧問契約の間の、間のポジションにあるようなものだと思ってください。月額制の完全会員制で、相談や質問をすることができます。あと、定期的に Zoom 会議をしてますので、私と、あとサロンメンバーの方と交流や情報交換ができます。YouTube の裏話を書いていたりとか、私が今挑戦していることだったりとか、普段ビジネスについて考えていることを投稿していたりとか、まあ、税理士ならではのね、早く入る情報ってありますので、そういう情報を共有している場でございます。概要欄に、ね、URL 貼っておきますので、もしね、サロン興味ある方はぜひぜひ覗いていただいて、入会の方お待ちしております。結構ね、YouTube 見たって言ってね、入会してくれる方最近増えてきています。本当ありがたいことです。いつもありがとうございます。はい、それではチャンネル登録の方よろしくお願いします。あのね、おかげさまですごい伸びてきておりますので、皆さんからのチャンネル登録、あとコメントやいいね、励みになっておりますので、ぜひ書き込んでください。お待ちしております。いつもね、最後まで動画見てくださってる方、本当にありがとうございます。本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。GEO 専門税理士川南でした。またの動画で。